デビューチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。陣内翔です。宇津井正弘です。山田裕貴です。さあ、デビューということですね。はい、宇津井くん。はい。花粉症デビューはしましたか？花粉症デビューね、もう今年は早かったね。早かった、本当に。次から始まって、今何になってんのかな、ヒノキとか。今ヒノキですね。ヒノキのシーズンかな、今。もう目が真っ赤でございます。うん、5月ということでね、はい、キャンジは料理が好きなんで、タケノコをね、使った料理を、はい、タケノコ使った料理デビュー、うん、デビューしようかなと。春のタケノコは旬ですもんね。そう、なるほど、ね、これ行こうかなと。ただね、イノシシが最近よく取りに来るんで。ああ、リアルなやつだ。間違いない。リアルな話ですね。うん、ちゃんと山に取りに行こうかな。ちゃんと山からやろうかなと思ってるからね。まあまあ、いろいろ私たちもね、デビューしていきたいとかありますけれども。いかがですか？僕はですね、あの車の免許を、ああ、デビューだね。ようやく取れまして、なるほど、はい、デビューしました。はい。君は？僕はですね、うん、まあ僕がデビューってわけじゃないんですけれども、うん、僕も今年23の年なので、うん、まあ、新社会人のフレッシュマンとして、まあ、私もデビュー、ね、うん、皆さんしていく。フレッシュマンってどんなポーズなの？フレッシュマン、ちょっとやってみて。いやー、もうフレッシュマンぐらいじゃない。おー、すごいですね。さすがね、ちゃんと決めてきますね。そう、まあ、今年がフレッシュマンの年なんで、こう、まあ、皆さんがこう社会に、ね、デビューしていくというタイミングと僕は一緒なので、うん、まあ、僕もこうこのデビューという雑誌をきっかけに、すごくあの自分のデビュー時を、支えていただいたので、うん、まあ、これからデビューする皆さんは、もうこう自分が思ったと、自分これやりたいと思ったタイミングで、皆さんこういう業界に、チャレンジしていただいて、うん、本当に一つでもこう多くの、作品役を、うん、残していただけたらなと思っております。思い立ったがなんちゃらって言うからね。そうすぐ行動ね。吉日かな。あ、そっちか。うん、これもうどういう風にまとめるかちょっとわからないんですけど、告知しましょうか。告知ね。じゃあ、はい、ね、じゃあ私から、はい、ですね、4月17日からですね、刑事110キロが帰ってきましたのでね、ぜひそちらの方も楽しくご覧くださいませ。よろしくお願いします。どうぞ。何ですか？あ、僕か。じゃあ僕で、地方からも順次公開されているんですが、うん、東京に5月10日に、うん、俺たち賞金稼ぎ団という映画が、うん、公開されます。なんで5月10日っていうとね、強盗っていうね、賞金稼ぎ。そうですね。すごいね。出てる。告知にまでなんか出てないね。こう突っ込みを、ありがとうございます。うん、で、あと5月10日、またその日にですね、うん、初主演映画、ライブが公開されます、うん、そちらもよろしくお願いします。そして、はい、6月28日には、うん、ドレイク、僕と23人の奴隷という、うん、漫画原作の映画が公開されます、うん、で、イタキス、イタズラなキス2ラブイン東京が今絶賛撮影中です、うん、放送を楽しみに待っててください、うん、よろしくお願いします。いいよ、いいですね。告知はめちゃくちゃありましたけどね。で、ウセ君が、僕はですね、ネスレチャンネルの、うん、ネスレの YouTube のチャンネルの方でですね、うん、昼も夜もという、塩田監督の、作品が前日、あの先日から、YouTube に載ってますので、うん、ぜひそちらをチェックしていただきたいのと、僕5月の15日から6月の1日まで、うん、テンペストという舞台を、新国立劇場の中央で、うん、白井明さんの演出の元やらせていただきますので、まあ、これから、デビューされる皆さん、まあここにいる3人の作品だけでなく、まあ、いろんな作品に触れていただきたいんですけれども、まあ、まずきっかけとして、これから始まるドラマと、うん、まあ、映画と、はい、まあ、舞台と、ぜひ見ていただけたらなと思っております、はい、というわけで僕たち D ボーイズは皆さんデビューを、応援しております、はい、はい、というわけでどこかでお仕事する機会があればぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、D ボーイズというわけでした。言い過ぎなんだよ。というわけで、というわけでばっかり言いやがってお前は。というわけで、陣内翔でした。というわけで、山田裕貴でした。